なんだ、あ、じゃあ始めよう。録画しています、うん、はい、よろしくお願いします、はい、あの、はい、最後の会った時、あの、うん、あのビデオを録画したけど、なんか、うん、僕の声が出てこなかった。なんかマイクロフォンが壊れたと思う。まあ、あの今回は大丈夫と思うけど、まあ、新しいマイクロフォンの買った、はい、Amazon で。あ、はい、あ、はい、はい、なんでだろう、うん、僕はいつも他の人、さんの声がよく聞こえたけど、はいはい、僕の声、うん、あのしか聞こえないね。僕の声が聞こえないな。はい、はい、へえ、そうか。まあ、まあ、もう大丈夫と思う。うん、もしダメだったらスカイプにしましょう。ああ、そうね、うん、はい、はい、スカイプ、僕はあの他の生徒とスカイプでレッスンをやってて、はい、スカイプにはその録音する機能がついてて、私の生徒はスカイプでいつも、ああ、なるほど。はい。はい。はい、撮ってます。はい、そう、あの、Google Meet はないね。その、そう、ないですね。はい。うん、はい、そう。じゃあ、あの、今、何時ですか？今、4時です。午後4時です。午後4時。はい。はい。はい、今日は何してたの？今日はもう何も、ずっと家ですね。もう、ずっと家です、うん。今、ブラジルのコロナの状況が、本当に悪くて、はい、もうだから、あと、そう、もう本当に悪くて、まあ今はロックダウンじゃない、今はまあなんだろう、家に、まあ今は何もショッピングも何も開いてないんですけど、来週の金曜日から、はい、ブラジルは10連休です。10連休っていうのは、10連休、連休ってわかりますか？連休。連休はやっぱり知らないね。なんかあの3連休とか連休。書いてもらえませんか？連休、連休。休みが、例えばじゃあ土曜日、日曜日は休みですね、大体。はい、そうですね。土曜日、日曜日休み。じゃあ例えば金曜日。金曜日がなんか休みだったとき。はい、金曜日が休みだったときは3連休です、ね。ああ、3連休、はいはい。はい、分かった。うん。はい。そう。ええー。まあ、そう。でも、ブラジルは、来週の金曜日から10連休。10連休が、そう。すごい。そう。やばい。でも、これは普通じゃない。これは、これはあの、はい、ブラジルの、まあ、ブラジルがサンパウロ。はいはい、サンパウロの政府が今年の、フェリアド、フェリアドは、あ、ホリデー、ホリデー、はいはいはい、うん、今年のホリデー、休み、祝日と、今年の祝日と来年2022年の祝日を前倒しって言うんですけど、まあ、書きます。前倒し、まあ、前倒し、まあ、あの持ってく、はいはい、先のなんか取る、はい、あ、はいはい、うん、はい、そう、まあ、その今年のホリデーと来年のホリデーを前倒しして、そう、でなんか将来のホリデーなんか借りたという感じ。そう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 。で10連休、来週から10連休。わかりました。はい。はい。なんでそんなに悪くなってきたと思う？あ、文化？文化の違い。文化はやっぱりあの人はなんかマスクしてないし、なんかそういう。なんかソーシャルディスタンスを守らない。そう、あとはもうブラジル人はパーティーが大好きで、あ、はいはい、例えば僕の
まあ、僕たちも悪いけど、僕の妻がこの前誕生日でした。はい、その時、はいはいはい、誕生日パーティーでいろんな親戚が集まりました。その時集まったのが何人分からない。でも、18人ぐらい大体。そう。それはでも、ブラジルの文化。僕は嫌だったけど、でも、はいはい。そう。それは、そうですね。なんか、ブラジルというの、ブラジルの文化は、なんか、人と人の関係は、なんか、近いという感じますね。はい、そう。それはすごくいいこと。でも、今やることじゃない。そうですね。はい。ね。はい、だから、それが我慢ができない人たちなのかな、なんか。わからないけど、そうですね。だから、その、まあ、感染者が増える。はい。はい。なんかそう、うん。どんどん悪くなってきてます。そういうのもある。あとは、まあ、カジノとか、あとは、はい、風俗？風俗？風俗。エッチをするお店？ああ。そう、大切な言葉と思うね。そう、そう大切、はい、風俗、日本語で、はい、風俗。そう、そう、風俗店、まあお店は、そう、はい、風俗。行ったことありますか、鈴木さんは。あ、うん、あります。ブラジル、もう日本も、パラグアイも、うんうん。はい。そうですね、はい。そう、まあ、まあ、ブラジルは、はいはいはい、まあ、うん、まあ普通というか、まあ、はい、女の子がいて、はい、うん、はい、はい、そう、はい、そうね、まあ、そうですね、うん、でその風俗店が今も開いててオープンしてて、はい、でそれを、まあ、警察が行って、はい、まあ、はい、うん、なるほどね、ダメだよっていうそのニュースがいっぱい、はい、今いっぱい出てます。そういう、ああ、へえ、はい、大変だね、やっぱり。はい、まあ、ここはそういう、まあ、多分同じでしょう。コロナのケースはなんかどんどん、上げますね。はい。はい、あ、なんか最近ニュースで見たんですけど、アジア、アジア人に対しての犯罪がすごく多くなってきてるみたい。はい、でもどうですか、ロイさんの町、住んでいるところは。そう、近いところは、なんか、そういう事件があった。あった。そうですね、サンフランシスコとか。にもあった。なんか昨日は中国人のおばちゃんが、倒された？倒された、そう、そうですね、はい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 、白人の人に倒されたね、うん、はい、うん、はい、はい、ロイさんの子供は、はい、の見た目は見た目はアジア人、そうですね、はい、アジア人の見た目、はい、だからどうですか、でも、まあ、子供は大丈夫？かな、うん、分からないけど、うん、はい、やっぱり大変ね、だから、どこも行きたくない、危ない、危ないから、はい、はい、まあ、ブラジルには、ブラジル人って、なんか、肌の色は、なんか、うん、違うね、なんか白人と黒人もいるし、なんか、うん、アジア人の見た目ともいますか、はい、いますね。すごいね。そう。本当ブラジルは面白い国で、なんかいろんな人種が、まあアメリカみたいな感じ、なんか本当にいろんな。そうですね。はい。そう。でも、まあもともとブラジルには、インディオ、先住民？先住民、はい。原住民がいました、うん、でもまあポルトガル人が来て、でまあそこから、そうね、ポルトガル、まあ、うん、あったけど、でも、
そうね、面白い、なんかいろんな人種の人たちがいるから、はい、でもアメリカみたいに差別は多分な、あ、ないか、まあ、少ない、うん、少ない、あ、多分少ないと思います。よかったね、はい、はい、そう、それはいい点だと思う、はいはい、うん、まあでも普通に差別は少ないけどやっぱり犯罪は多い、犯罪は多いですか、うん、そこはちょっと、うん、あれですね。なんかあの、うん、俊介はあのブラジルに着いてから、うん、なんか差別経験がしたことありますか？うん、僕ないです。はい、あ、よかった、うん、差別受けた、差別の経験も見たこともないないです。いいね。そう、うん、うん、はい、はい、そうです、ね。まああのアメリカとあのまあ日本にもあるよね、差別。うん、うん、ありますか。あのあの僕はあの日本に初めていた時に、うん、あの誰かがあのアメリカ人だと言われて、うん、あのその人はなんか全然信じなかった。なんかやっぱりあの見てるだけで、うん、あの僕の見た目はアメリカ人っぽくない、うん、というって思ってたけど、うん、あのまああの日本人 にとってアメリカ人の見た目は2つだけでしょ、白人と黒人と思ってるんですけど、まあそうですね、あのこれは悪いことと思わないし、なんかあの自然な偏見かな、うん、はい、うん、うん、あのなんていうの、なんか変、あの偏見に気付いてないという、うん、ね、はい、なんか知らないことは知らないですね、うん、はい、そうね、はい、あのちなみにあの友達の友達は、うん、あなんかあの全然英語できないイタリア人ですけど、日本に旅行いた時、うん、あの店に入ってその店員さんがあのすぐ英語で、うん、あの話し始めて、うん、でその人はそのイタリア人の人はあの当然あの全然わからなくて、うんうん、であのその店員さんがなんか、うん、あの混乱してるようだったね、うん、なんか、その人はなんか白人なのに白人なのになぜか英語できないと思ってたけど、まあそれは、うん、差別じゃなくて、なんかやっぱりあの偏見かな、うんうんうん、そう、うん、アメリカには、まあ、あの差別の経験がね、なんか、うん、ひどいね。うん、はい、そうですね。そうですね、日本ではなんか日本人はみんな優しいから、まあ、違います。経験ですね。はい、うん、優しい。はい、そうですね。なんかアメリカ人よりとかあのほとんど日本人の方が優しいと思います。うん、はい、どうも、あ、分かる、アメリカ人の友達が少ないから分からない、うん、でも僕の友達はみんなすごく優しい人だから、なんか、あ、はいはい、あ、うん、うん、そう、はい、そうね、はい、うん、難しいね。あの、あ、ブラジルにはなんかあの大変こととかあのあったことありますか？ああ、大変なこと。なんか文化に
感するあのダイアナとかと。おああ、まあ大変じゃないけど、大変じゃないけど、あれですね、ラーメンとか、はいはい、ラーメンとか、その、まあパスタは何、まあ、ラーメンを食べるとき、はい、に、日本は音を立てて食べる。そう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 、はいはい。うん、けど、ブラジルで、そう、はい、でもブラジルでそれはあのダメ、絶対、料理が悪いことだから。なんでうるさいから。なんか汚いからなんか、うん、汚いというか、はい、汚い、うん、そうなんかそういうブラジルでは汚いすごく行儀が悪い食べ方、だからそれは、うん、それをしたら妻にすごく怒られ、そうすごく怒られます、だからなんか今は大丈夫、なんかもう例えばラーメン今ラーメンを食べるとき、はい、なんかもう癖がついちゃって、はい、なんか音を立てないようにラーメンを食べるから、なんかゆっくり、なんか前は、はい、なんか結構たどんどんこういう食べて、うん、はいはい、だけど今はなんかえすごくゆっくり、はい、はい、食べて、なんかそうもっと気を使おうとかという、はい、はい、そう、だから日本に行った時とか、例えばまあ一人でラーメンを食べてる時もうその癖がついちゃってなんか、はいはい、そう音を立てて食べれなくなっちゃいました。はい、まあそうね、まあそういうのとか、はい、そうね、ぐらいかな。あとはなんかあったかな。うん、なんかあの別のあのなんかカルチャーショックとか。カルチャーショック、あ、そう、なんか僕はブラジルに住む前パラグアイに住んでたから、はい、特になかった。ブラジルに来てカルチャーショックはなかったけど、パラグアイ南米に行ってカルチャーショック、あ、おかん、そうね、時間、家族、まあ、カルチャーじゃないな、カルチャーじゃない。いや、カルチャーショック特にない、なかったけど、なんか価値観が変わりました。あ、価値観が変わった、すごく、はい、なんか、はい、お金と時間、お金と時間と家族と、なんか、その価値観がすごく変わった、よく考えるようになりました。日本、あ、はいはい、なんか、なるほど、そう、日本に行った時はそんなになんかあんま考えなかったけど、考えなかったね、はいはい、でもこ南米に来てから家族と過ごす時間が増え、たくさんあって、はい、であとなんかまあお金はものすごく大切、本当に大切だけど、うん、はい、でもなんかその家族と過ごす時間も大切だし、はい、うん、なんかそこのバランスが、うん、なんか難しい、難しいね、はい、はい、なんかそれをよく考えるようになって、なんか日本で働いてると給料は確かにいい、うん、けど、はい、給料はいいけど時間がない、はい、から、はい、そのまあ好きなことできるけど時間、その時間、決まった時間の中でしか好きなことができないし、はいはい、からそこがそうちょっとなんか難しい。あ、そうですね、はい、うん、はい、まあ、そうね、まあ、うん、なんかパラグアイとブラジルの、はい、あの文化はあの違いますか、ちょっと似てますか。似てますね、うん、結構似てますね、うん、うん、そう、はいはい、そう、あのどっちが好き、生活パラグアイの方が好きです、全然パラグアイの方が好き、僕は、うん、うん、はい、え、なんかありましたか、アメリカと日本のなんかカルチャーショックみたいな。なんかアメリカに育ちだから、まああの日本にはそうですね、なんかあのやっぱりあのカルチャーショックというかあのゴミの分別のことを知らなかったから、うん、はい、なんか、うん、
友達のマンションに泊まって、その友達はアメリカ人だけど、なんかそういうこと、ゴミの分別のことも知らなかったから、なんか同じ隣のおばあちゃんはすごく怒ってった、なんか、コンコンして、なんか、なんかゴミはなんかちゃんと分別しなさいって言ってて、なんかびっくりした、なんかそんなに怒ってった。そうね、ちょっとショックしたね。はい、アメリカにはそういうことは、まあ、考えない、ね、ブラジルもない。そう、日本も結局分別するけど、あれは結局最後一緒になるから意味がない。あとに、そうそう、確かあれは分別する、燃えるゴミ燃えないゴミとか、そうそう、分かるけど、はい、うん、でも結局燃えるゴミと燃えないゴミは結局一緒になる。一緒になる。だから意味がない、多分ね、多分確か意味がなかった。そう。はい、まあ、その経験はやっぱりなんか10年前から多分その時は、まあ、別が必要だったね。はい。はい、どっちか。はい。さ。ね、なんかね、先週の月曜日、なんか、うん、悲しいことがあったんですけど、はい、友達は、が、うん、で亡くなりました。うん、はい。まあ、会社の友達ね。彼は、僕の会社が作った薬を、もんだけど、うん、やっぱり効果がなかった。なんか去年の9月に病院に入って、なんかちょっとずつ体が悪くなってきて、で今週の月曜日死んでしまった。なんか娘は二人ともまだ若いし、彼の妻はなんか働いてないし、なんか本当に大変なことになりましたね。大変ですね。なんていうの、珍しいな遺伝のがんだと言われる。もうそのがんは昔から分かってたんですか、それともその9月、うん、去年の9月から分かってた。うわ、やっぱりね、よくないね。そうですね。俊介の家族の中にはがんで亡くなった人いますか？いないです、うんうん、だから多分大丈夫かな、遺伝大丈夫ですね、多分、はい、うん、よかった、うん、そうね、大変ですね、大変ですね、別の状況なんですけど、うん、Facebook に働いた時、うんうん、誰かがオフィスの窓から、うん、飛び降りて自殺した。はい、Facebook の会社ニュースに出た、出た。いや、なんか仕事に関する理由だと来た。はい、その人とは知り合いでしたか？まあ、知らない人。知り合いじゃない。でも同じビルで働いた。へえ。
なんか9階までかな。そのビルはまあ、ちょっとまあ、やっぱり高いビルですね。一番上から飛び降りて。わあ、やばい。やばいね。その時、ロイさんは、その時、その飛び降りた時は、はい。どこにいましたか？その時も働いていました。その時は、ご飯食べ、昼休み中かな。はい、で、その、でも、救急車とかなんかいろいろ来て、そうそうそうですね、はい。ですね。はい。え、その後会、うん、はい、見えたね、救急車。その後会社は仕事でも、ロイさんのその時の仕事は、はい、やめた、その日は、まあ、やめた、みんな帰ってきた。ああ。どういうことがあったから。はい。なんか、仕事のなんかプレッシャーが、うん、高すぎて、自殺してしまった。アメリカで珍しいですね。はい。それは、まあ、日本には、なんていうの、なんていう言葉、なんていうの、忘れた。仕事で死ぬこと、日本で。働きすぎ、過労死。はい。はい、うん、そう、過労死は。過労死は、はい、ありますね。ありますね、はい。そう、うん、はい、そうですね、アメリカにはそういうことは珍しいですね。うん。うんううん、はい。じゃあ、そっか、トピックを変えましょうか。そうですね。はい、あれ、死の話は、はいはい、寂しくなっちゃうよ。そうそうね。あ、ロイさん、ビットコイン持ってますか？ビットコイン。あ、持ってないね。あ、持ってないか。ないね、はい。持ってますか？あ、持ってない、持ってないです。まあ、今、高すぎるですね。そう、今、高すぎる。買えないね、はい。はい。高すぎるですね。10年前だったら、まあ、そうですね。残念ね。残念ですね。はい、お金持ちになりたいな。ね、仕事したくないな。はい。あ、そっか、なんか日本語の、日本語の質問が、うんうんうん、はいはい、ありますけど、なんていうの、略語、なんか短くする言葉とか、略語かな、なんていうんだっけ。例えばね、ラブホテルという代わりにラブホとか、うん、うん、日本語でなんかよく使いますね。短く。あ、ルイさん、ごめんなさい。はい、はい、今僕のインターネットが切れちゃって。あ、はいはい。聞こえますか？もう一回、今大丈夫です。あ、大丈夫ですか？はい、はい。うん。お願いします。はい。略語という質問なんですけど、なんか、例えば、ラブホテルという代わりに、ラブホになってますね。そういうことね。はい。日本語で、なんかよく使いますね。はい。使いますね。はい。うん、あと、はい、ブラッド・ピットと、なんて言うんだっけ、ブラちゃん。ブラッピー。ブラピー。ブラちゃん。ブラピー。はい、ブラピー、はい。はい。え、はい、そうですね。はい、日本では。日本では、はい。例えば、リモートコントロールという代わりに、リモコン、はい。そうですね。はい。はい。はい、なんか、他の、まあ、別の言葉とか。ああ。いっぱいある。いっぱいある、ありますね。いっぱいある。ありすぎて、なんだろう。ありすぎて。
なんかほとんどあの、うん、カタカナ英語でしょ。そうですね。そうそう。そうです。カタカナ英語。はい。クレジットカードクレカ？クレカ。クレカ？クレジットカードクレカ？クレカ。クレカ。あとは、略語。そう、何があるか。リモコン、リモコン、リモートコン。スターバックス？スター、スター、スタバ。す、あ、もう一回お願いします。スタバ。スタバ、あ、スタバ。うん、スタバ。はい。あ、お店の名前はたくさんある。スタバとか。なんかスーター。あとは、スタバ、はい。はい、あとは、まあ、マクドナルド。はい。これは東京とマック。でも、東京と関西で違う。ああ、違うか。あ、東京はマック。マック。東京はマック。でも、関西はマクド。です。なんで？大阪に行ったら、みんなマクド、マクド。です。マクドは関西弁ですね。はい。はい。東京にはマックというの？はい。そうです。はい、お店はいっぱい出てくる。例えばミスタードーナツ。はい、ミスタードーナツ。はいはい。ミスド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 。うん、はい。あのコロナについての言葉はありますか？例えばソーシャルディスタンスというのは ない、ないですね。ない。コロナについてない。Facebook とか、そういう。Facebook は Facebook。Instagram？ はい。Instagram はインスタ？インスタ、あ、じゃあ同じね。インスタ。インスタ。まあ、LINE は LINE。SNS。SNS。Google。なんか有名な人とかは芸能人とか有名な俳優、アメリカ人の俳優とか。俳優知らない。ブラピ？ブラピは、はい、でもジョニーデップ、でもジョニーデップはジョニーデップだ。ジョニーデップ、ジョニーデップ、はい。ジャッキーチェンもジャッキーチェン。あと誰がいる？分かった。なんていうの、ターミネーターの俳優、あシュワルツェネッガー、長すぎると思う。はい、なんかそう、シュワルツェネッガーズですよね。シュワルツェネッガーは、シュワちゃん。もう一回、シュワちゃん。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 はい、シュワちゃん。ね、面白いね。あれもそうなんだ。名前、そうね、まあ、訳語か。ちょっと人の名前じゃないけど、ドタキャン？ドタキャンって知ってますか？ドタキャン。知らない。知ってません。これも略語。ドタキャン。ドタバ
タキャンセル。ドタバ。ドタンバか。ドタンバ。それはあの俳優の名前ですか？あ、違う。ドタンバで。ドタンバ。あの、ドタンバできない。ドタキャン、あの、これは名前じゃない。あの、キャンセルするとき、はい、なんか。でも、キャンセルでも、なんか、あ、今日キャンセル。今日の約束を、はい、今日キャンセル。あ、ごめん、今日行けない。今日ごめん。あ、ごめん、今日行けない。っていう、ドタキャン？ドタバタ？ドタバタでキャンセルする。ドタバタキャンセル。ドタバタ、あー。なんか、あ、ドタン、あと、ドタンバ、ごめん、ドタンバキャンセル。ドタンバ、ドタンバは、ドタンバ、ドタンバ、その、キャンセル、ドタキャンは、ドタキャン、あー、はいはいはい、はい。ドタキャンとか。あー、はいはい。そうね。やっぱり、あの、カタカナ英語ね、ほとんど。そうね。うん、はい、そうですね。はい。うん、はい、あの、今、あの、俊介さんの、ポルトガル語の学ぶことどうですか？いやー、なかなか僕は先生とレッスンしてないので、一人で、はい、うん、やってるから、あんまりなんかわからない。うん、うん、そう。でもあの毎日毎日あの会話の練習してるけど、はい、あの、間違えてるとき、はい、なんか間違えてるよって教えてくれないので、だから、うん、はい。そう、ロイさんの奥さんはどうですか？教えてくれますか？くれないね、なんかめんどくさいから。そう、そう、そうね、僕そう、めんどくさいね、なんかずっと英語で話してますね。あ、はい、あ、なるほど。そうですね。まあ、え、じゃあ逆にあの、うん、奥さんが英語の文法とか単語を間違えた時、はい、に何か言いますか？あ、それ間違ってるよ。あ、そうですね。言わないね。言わない。うん。言わないね。うん。ああ。いや、なんか、そう、わかる。でも。でも分かりますの。理解できるから、はい、なんかもう、はい、めんどくさいですよね。はい、そうですね。あの、妻はなんか、あの、僕と日本語とあの話してる時はなんか、あの、なんか赤ちゃんのように話してるって。お、本当ですか？そうじゃない、そうね。え、あ、大丈夫。あ、大丈夫です。なんか、かわいいなこれ。はい。あ、ほんなら、あの、娘は2人だっけ？あ、1人。1人。うん。はい。そうですね。もう1人欲しいんですか？あ、欲しかったけど、ちょっと、作らないかな。あの、うん、ブラジルで、あの、教育、いい教育、教育って、エデュケーションかな。はいはいはい、教育、うん、教育、いい教育、まあいい学校とかに行かせるために、はい、あの、お金が必要、あの、公立、はい、私立の学校じゃなきゃ絶対ダメです、ブラジルは。日本だと別に私立じゃなくても、はい、どこでも大丈夫だけど、はい、うん、でもブラジルの場合は小学校からやっぱり私立に行かせないと、はい、うん、やっぱりいい教育が受けれないから、はいはい、だからお金がかなりかかる、日本よりもかかる。例えば今僕の娘が行っている学校、はい、幼稚園、子供の学校は
1ヶ月10万円ぐらい、1000ドルぐらい。そんなに高いの？そう、そう高い。この子供の学校で、家賃より高いですか？そうそう高いですね。家賃より高い。まあ家賃じゃないけど、そう家より高い。ああ、そうだからなんか本当に、いや無料の、もちろん無料の学校もあるけど、なんか無料の学校は良くないみたいです。何が良くないのか僕には分かんないけど。うん、だからなんかそう。その教育って、うん、あの外国人はたくさん通ってますか？うん。はい。まあそう通ってますね。通ってます。うん、はい。うん。はい、そう。そう。だからちょっとそう、うん。お金がすごくかかる。日本にいるよりもお金がかかるから。そう。ちょっと難しい。あ、その学校は出家さんの家から近いですか？うん、近いです。歩きで行ける？はい、あ、歩いても行けるけど、いつも車で行ってます。車で何分？5分？うーん、5分ぐらい？あ、はいはいはい。うん、はい。そう、すぐ近くです。はいはい。うん、はい、あ、しゅんきさんは車運転してますか？ブラジルで。免許持ってないけど、してます。でも大丈夫でしょ？うん、はい。まあ、その、家から学校までの距離だったら、全然大丈夫。はい、はい。そう。うん。高いね。高い。だから、子供はちょっと難しい。難しい。あ、でも、僕、行った。あの、え？他の、今、ブラジルに住んでるけど、他の国に行くこと行きました、言いましたっけ、僕。行ってない？もう一回。今、僕はブラジルに住んでます。はい、でも、あの、他の海外に住み、はい、来年から海外に住みます。他の国に住みます。あ、そうですね。あの、スペインとか。あ、そう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 。そうですね。はいはいはい。うん、そう、あの。それになったらちょっと楽。あの、その妻の会社が全部お金を払ってくれる。子供の学校の。いいね。それは助かりますね、本当に。はいはいはい。うん、いつまで、考えないといけないだっけ？ 6 月まで。6月ぐらいに分かる。どこの国かが。あ、どこの国かも分かる。あ、はい。うん、はい、そう。やっぱり、スペインは一番、好き、一番いいと思いますか？うん、いいですね。スペインだったらいいですね。あのアメリカと比べたらやっぱりスペインは、うん、うん、はい、住み、あの、なんていうの、住みやすいですね。うん、うん、はい、そうですね。あ、大変ですね。はい、じゃあ、はい、終わり時間です。時間ですね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今日もありがとうございました。また、うん、来週。また、はい、よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ、さよなら。はい。